天才政治家ナンバーワンのニューと言います。今日取り上げる、女性国会議員は、牧島かれんさんを取り上げていきたいなと思います。牧島かれん国会議員は、生まれが1976年生まれで11月1日生まれで、日本政治家、政治学者、自民党の衆議院4期の、幹事長をやってますね。今は、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣、自民党の青年局長、内閣府大臣政務官を務めていらっしゃると。経歴が神奈川県出身で、小学生から高等学校まで12年間横須賀で住んで通っており、父親が小泉さんと仲がいいと書いてますね。カレンさんは、カレン国会議員は、神奈川の方の、出馬しているところの人みたいで、とても神奈川では一生懸命頑張って、神奈川県を良くしてるんじゃないかなと思ってます。自分も神奈川県は、何回か行ったことありますけど、とてもいいところで、美人が多いので、素晴らしいところだと思ってます。神奈川県も、自分は神奈川県と仲良くしていきたいなと思ってるので、今後とも、よろしくお願いします。自分は牧島国会議員とことを大好きなので、今後とも、牧島かれんさんを、できるだけ殺すな、交換するなと言って守って、これからも応援していきたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。自分の夢は、女性は殺されない世の中を作ること。できるだけ女性が、長生きできる世の中を作ることを目指しているので、一緒になってそういう世の中になるように頑張っていければいいなと思っているので、本当にどうかよろしくお願いします。